今から4問に行きます。で、今行くところです。ちょっと時間かかりますが、待ってください。あっちですね。よし、これいい、これいい。うん、歩いたら、歩いて、そしてなんて、歩いて、電車に乗って、バスに乗って、ヨンモに着きます。それまで、時間まで、待っててください。やばいです。めっちゃ楽しいです。イオンって結構行ったことありますか、皆さんは。ある、ない。結構ある。あやなちゃんです。でもなんで自転車の音なんだっけ。なんで自転車の音だと思うと、パパが動かしてるからです。で、ラファエルは歩いてるからです。疲れますよ。ずるいからね。え、ずるいからね。何が。あれ、なんだろう、よく見えてる。結構2時から行っています。2時から、2時から何時までだろう。これなんか映ってない、パパ映ってない。うん、疲れました。お化けはお化け、お化け何がだよ。疲れるね。じゃあパパ乗っていいよ、ラファ走る。パパ乗っていいよ、ラファ降りるから。うん、暑いからね。うん、だって電車もついちゃうかもしれないよ。パパ分かるの、何時行くとか。電車分からんの。でも今お兄ちゃんと、今はだっけお兄ちゃんと行ってます。もう先に行っちゃいました、お兄ちゃんが。今結構かかるよ。お兄ちゃん歩いてるのに早いな。うん、
つのもあるよな、あれ上とかこの道とか。眩しいですね。夏休みにイオンモールに行っています。なんだっけ、7月27日ぐらい行ってる。自転車で行ってる人いっぱいいるから降りてる。あれうんとだけ来週の土曜日の祭りです。僕が踊りますその準備してやる。ちょっとその場所はね、そうだよ。あ、そうだそうだそうだよ。ソーラン節だ。ソーラン、ソーラン、それに言っちゃダメだよ。よこそ、よこそ、ソーラン、ソーラン、よこそ、よこそでしょ。違うよ、その声が違うよ。しょうがしょうがよくしょいやくそうだよ、それは違うよ。しょうがしょうが、あ、見て雲が薄いです。薄い、普通はめっちゃんとモクモクしてるのに、ほらこれみたいにモクモクしてるけど、これが薄い。しょうがしょうが、おちょいよ、おちょ、うーん、なんだろう、なんだよ、だけど、あー、痛い、あー、痛い、赤ちゃんたち、赤ちゃんたち、わー、痛い、わー、痛い、今、曲がり角を行きます。あー、これの、パン、パン、わー、痛い。あのウンドラパシャちゃんです。僕の妹です。男に見えますか、女です。かい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 、しょうらしょうら、うるさい、くしょいくしょ、うんうんうん、そのか、あそこに鳩がいる、鳩の小屋です。鳩小屋。あ、それは誰？鳩小屋。日本人？違うね。違うよ。外人だね。お兄ちゃんだ、俺の。パパの兄弟でしょ？みたいな。知ってるでしょ？ロハからはお兄ちゃんって言うんだ。ちっちゃいからロハイロハ。日本また日本の畑。これそれジャグン、すごいね、ジャグン。みんなも、ボシー何なの、何知らん、知らん、歩きたい。なんだよボシー、忘れた。蝶々は早く飛んでる。駅のところに着いて電車に行って、そして電車で行って何け、電車に行って駅に着いたね。そこにバスがあるから、そこから行く。パパ行ったことあるでしょ、嘘つき。